足立絵本シアター、絵本がくれる親子の時間。絵本の読み聞かせはちょっとしたコツを知ると子供も親ももっと気楽に楽しめる時間になりますよ。今回は初めての絵本を選ぶ時のポイントを読み聞かせのプロがご紹介します。教えてくれるのは北千住駅前の路上で読み聞かせを始めた聞かせ屋圭太郎さん。元保育士で2人のお子さんがいる圭太郎さんは絵本講座や保育者研修会の講師として全国を駆け回る読み聞かせの達人です。こんにちは、聞かせ屋圭太郎です。絵本は本当にたくさんあってどれを読んだらいいか迷ってしまいますよね。初めての絵本選びのポイントを2つ紹介します。それはいい音といいリズムです。パピプペポ、バビブベボ、マミムメモ、こんな風に上下の唇をくっつけて出す音やシュッポ、シュッポ、シュッポッポなどリズムの良い文章が赤ちゃんは大好きです。そんな大好きが詰まった絵本がこれ、一緒にするよです。では読んでみましょう。一緒にするよ。一緒にお散歩するよ。トコ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 。一緒にパシャパシャするよ。パシャ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 。一緒にペタペタするよ。ペッタ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 ン。一緒にジャッボンするよ。ジャッボーン。スイ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 。ピョン。ブル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 ンブルン。一緒にコロコロするよ。コロ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 。一緒にごっくんするよ。パクパクごっくん。あーおいしい。一緒にポットンするよ。ポットン。一緒にシュッポッポするよ。シュッポシュッポシュッポッポ。一緒におねんねするよ。すや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 。おやすみ。いかがでしたか？パシャパシャ、ブルブル、シュッポシュッポシュッポッポなどいい音やいいリズムが集まっていましたね。この絵本のように主に0、1、2歳向けに作られたものを赤ちゃん絵本と言います。絵本を買うときに少しでも長く楽しめるものをと思いがちですが、洋服のサイズが変わっていくようにぴったりの絵本も変わっていきます。はじめは赤ちゃん絵本がおすすめです。絵本選びは背伸びしなくても大丈夫です。声色もいつ読むかも気にしなくて大丈夫ですし、寝っ転がって読んでも OK です。絵本がくれる親子の時間を楽しんでください。皆さんといい絵本との出会いを応援しています。聞かせ屋圭太郎でした。絵本選びに困った時や
新しい絵本に出会いたいときは、足立区の図書館や子育てサロンがおすすめです。図書館にはお子さんと一緒に本が読める絨毯コーナーがあります。またお話し会や赤ちゃんタイムも実施しています。子育てサロンは0歳から3歳の親子が安心して自由に遊ぶことができます。子育て相談、お父さんやお母さんの息抜きや仲間づくりもできます。ぜひお気軽にお越しください。